Yet はは、い、つみえやき、こんにちは大西です。今日も刀のよいしょにやっていきましょう。今日はですね、「YET」ですね。昨日、「s t ィ a l という副詞をやりましたよね。これは以前と同じことが続いている「まだ」っていう意味でしたね。 今日は同じまだでもまだやってないっていうまだですね。Yet をやってみましょう。では、いつものように例文の中で使い方を理解して一緒に英語にしていきますね。最後10回ずつ音読をして今日の知識をあなたの中に入れてしまいましょうね。ではやっていきます。No.1 We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. 意味としては、私たちはまだルミを待ってるよ。彼女はまだ来てないという意味ですね。はい。では、紐解いていきます。We が主語ですね。We are waiting。はい。B e 動詞と動詞の ING は 現在進行形という時勢ですね。現在進行形というのは一部の時間を切り取って言ってるわけですね。日頃のことが現在形。一部の時間が現在進行形ですね。なので、今のその時の躍動感なわけですね。今待ってるんですね。はい。wait for 誰々で、誰々を待つという意味になるから、私たちは待ってるよ、ルミオということですね。そして、昨日やりました still という副詞が入ってますね。これは前と同じことを表します。前から続いてるまだ。 前も待ってて、今も待ってるわけですね。ということです。そして、she hasn't come yet。はい、彼女はまだ来てないという意味ですが、はい、hasn't、ここは has not の短縮ですね。have プラス動詞の過去分詞で、現在完了形という時制ですね。現在完了形という時制は、喋ってる、今から過去を振り返って、あ、こんなことした、してないという意味ですね。はい、彼女は、 今、私が喋ってる時点で彼女はまだ来てないわけですね。来ることが完了していないわけですね。はい、この YET ですね。これはですね、否定文と疑問文で使えます。否定で使うと、まだ何々してないという意味ですね。ここの意味ですね。彼女はまだ来てないわけです。疑問文で使うと、もう何々したというね、完了した、終わったという意味になりますね。この YET は最後につけるというのがポイントになります。では、一緒にね、英語を作っていきましょう。No.2 A さんと B さんの会話ですね。 マリはどこと聞いて B さんがまだ来てないと言いました。はい、ではいってみます。Where <is> Marie? はい、すると B さんが、まあ、上の「She hasn't come yet」でもいいんだけど別の言い方しますね。She here yet. はい、こんな感じですね。解説します。 はい。聞きたいことが頭ですね。where どこですね。はい。B 同士、マリーが主語。はい。マリーはどこにいるのと、?B 動詞は存在を表しますので、えー、そして B 動詞の質問は前に出しますよね。where is m r r y でどこですかマリーは。ってことになりますね。はい。C が主語、B 動詞。はい。これも存在ですね。彼女はいないんだと。here ここにいえってまだ。ということですね。はい。こうやって、現在完了だけじゃなくて、現在形とも使えますね。o k 3 今週末何するのまだわからない。こういう時ありますよね。はい、聞いてみます。What are you doing this weekend? はい、まだわからない。I don't know yet。はい、こんな感じですね。解説します。はい、聞きたいことは何なので、what が頭ですね。はい。 B、主語が言うですね B 動詞と動詞 ING で現在進行形ですねはい現在進行形は今やってる躍動感も表せますし、えー、と決まってる未来ですねもう表せますので何をするのと。 すると決めてるのってことですね。今週末ってことになりますね。はい。進行形は B 同士と動詞、動詞、ING だから B 動詞が前に出てきますね。質問になるとね。なので、What are you doing? となるわけですね。はい。I don't know yet. はい、えー。否定ですね。知らないと言ってます。はい。y e t まだってことですね。まだわかんないってことですね。はい。では、for もういけるつまり準備できたとね。相手に聞きます。すると B さんがまだ、もうちょっとっていうことですね。はい。準備をできた ?are you ready? だけでもいいんですけど、まあ、To you go? ってつけることができますね。そして、Yet。Are you ready to go yet? はい。あそして、まだの yet。はい。もうちょっとって持ち加えるなら、In a minute。ってゆったりできますね。はい。解説します。はい。Are you ready? はい。えっ、ー、と、U が主語、えー、B 動詞ですね、えー。Ready がほぼ形容詞です。 I'm ready って言うと、私は準備できてる状態ですということですね。準備 OK っていうことですね。はい、o u ready? 準備 OK ですか準備できてますか to go 行くのにってことですね。yes, more ってことですね。はい、質問で使うと、もう何々したと、その何かが完了したかどうかを聞くことになるわけですね。もう、もうレディ状態ですかっていうことですね。 はい。そして短い答えから、の o、no、yet, まだってことですね。はい。no yet. これも覚えたいですね。in a minute. はい。あ minute って1分ですが、まあ本当に1分後って言ってるわけじゃないんですが、まあもうちょいっていう感じですね。まあ in っていうのは、あの、えっ、ー、と、中を指しますね。空間の中。あ minute1 分という枠の中でってことだから1分後に。まあもうちょいみたいな感じですね。はい。okay, five. どこに行くかもう決めた そうですね。ゴールデンウィークとか、もうお決まりですかどこに行くか。いや、もう最近なんか暖かいし、夏が来てるし、ちょっとワクワクして止まらないって感じです。はい、答え。いや、まだ考え中。はい、どこ行くか決めたということで。Have you decided where to go yet? はい、で、no.I'm Still thinking. はい、こんな感じで言えますかね。はい、解説します。えー、っと、U が主語で、Have プラス動詞過去分詞ですね。はい、現在完了形で聞いています。えーまあ、今から過去を振り返って、もう決めた、決めること完了したって言ってるわけですね。Decide は決めるという動詞。Decide に D ついて、Decide。過去分詞ですね。Have you decided? で、目的語が Where t o go? ですね。 はい、これで、え、where to 動詞原型で、どこ、えっ、ー、と、どこ、どこに行くべきかか。<laughs> 日本語ね、はい、行くべき場所だから、どこ行くべきかってことですね。どこに行くべきか、まあ、目的地ですね。どこに行くべきか決めたってことですね。はい、yet もうってことですね。まあ、この yet って別になくても、別に意味は一緒なんですけども、yet もうっていう言葉を出したいなら、yet をつけられますよってことですね。はい、no, I'm still thinking. はい。 B 動詞とエネル NG 考え中ですね。今もっか。現在進行形ですね。はい、still. 以前と同じってことですね。前も考えてて、今も考えてるわけですね。前と同じ。前から続いてる、まだですね。はい。このような使い分けになります。まとめますと、still っていうのは、前と同じことを表しますね。前から続いてて、今もやってる、まだってことですね。なので、we are still waiting となると、前も待ってて、今も待ってる。まだ待ってるよってことになるわけですね。はい。これに対して、yet なんですけども、これは否定と疑問で使いますね。否定で使うときは、まだ何々してない。 ね、まだ終わってないということですね。She hasn't come yet. 彼女はまだ来てない。ね。否定文ですね。はい。疑問文だともう何々したもう何々完了したっていう形になるわけですね。なので、Are you ready to go yet? はい。あなたはもう ready to do 状態。準備できてる状態になってるっていうね、えー。そういった質問になりますね。はい。では最後に10回ずつ音読をして、タイナにギュッと入れちゃいましょう。No.1 We are still waiting for Ruby.She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. We are still waiting for Rumi. She hasn't come yet. Number two. Mari kite Where is Mary? She isn't here yet. 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 Where's 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 Mary? She isn't here yet. Number three. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. What are you doing this weekend? I don't know yet. Number four. もう行ける?まだもうちょっと. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Are you ready to go yet? No yet in a minute. Number five. どこに行くかもう決めた?いや、まだ考え中。Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Have you decided where to go yet? No, I'm still thinking. Okay, 今日もあなたの口が育っております. Thank you for watching. See you next time. Bye.